はい。皆さんこんにちは。ネット物販講師の黒沢です。今回は語弊のある言い方になってしまうかもしれませんが、何の努力もせずに現在販売中の商品の売り上げを1割前後上げる方法についてお伝えさせていただきます。あながち嘘ではないんです。ただ、俗に言う情弱ビジネス発信者が言うような魔法みたいな手段ではありません。また、確実にそうなりますと保証しているものではなくて、 で少なくとも自分の販売アカウント上でこの設定を行ったらそうなりましたよ。 という話なので、その点はぜひご了承いただければ幸いです。まずセラーセントラル、販売者専用の管理画面右上のヘルプに、法人向け価格と入力して検索してください。検索結果から、法人向け競争力のあるおすすめ商品の価格ツールをというところをクリックしてください。こちらのページが表示されます。先に今回の論点をお伝えすると、法人割引率ルールを設けることによって、 で,個人では、早速進めていきましょう。まず、こちらのページ、じっくりと読んでいただいた上で、価格の自動設定を左クリックします。価格の自動設定ページが出てきました。右上、価格設定。 設定ルールをカスタマイズして作成を左クリックします。作成するルールのタイプを選択してくださいのタブをクリックして、販売価格に対して法人割引率を設定をクリックします。ルールに名前を付けてくださいのところにお好きな名前を付けてください。今回は法人5%オフと入力します。マーケットプレイスの選択に進むという黄色いボタンをクリックしてください。 次のマーケットプレイスでルールを作成できますの下にある amazon.com にチェックを入れて保存して価格設定ルールの選択を続けるをクリックしてください。こちらのページで何点購入したら何割引。 という設定を行うことができます。数量式位置が1。要するに1つ購入した方は5%割引にしたいので、5と入力します。2個以上購入された方にさらに割引を行う場合は、数量式位置を追加するをクリックしてください。その下に数量。例えば今回の場合2個購入された方は8%オフにする場合は、2、8と入力します。 入力が終わったら、このルールを Amazon.com に保存するをクリックしてください。これで法人の方は販売価格より5%オフ、2点以上の商品の注文で8%割引という設定が行いました。次に SKU の選択に進むの黄色いボタンをクリックしてください。こちらのページで法人割引を行う詳細を選択していきます。現在は出品者の法人価格の縦列を見ていただければわかる通り、法人価格 価格が設定されていませんので法人価格を設定したい商品を一つ一つチェックをしていきますまとめて設定したい場合は一番上にチェックを入れることにより全て選択することも可能です商品を選択し終わったら左の一括処理をクリックし法人5%オフ先ほど設定した割引を適用します この価格設定ルールに追加のポップアップが出てきますので、価格の自動設定を開始の黄色いボタンをクリックします。最後に設定内容を今一度確認していただき、OK であれば価格再設定を開始をクリックします。 SKU の管理ページに戻ってきました。しばらく経つと出品者の法人価格の縦列に法人価格が設定され、その右に出品価格の加減、要するに今回の割引率が適用された価格も表示されています。というわけで今回は法人割引価格を設定 設定することにより現在販売中の商品の売れ行きが1割前後増える可能性があるという話をさせていただきましたちなみに適用した法人価格の設定を再度確認したいときはセラーセントラル価格タブ価格の自動設定をクリックしていただくとカスタマイズした価格設定ルールのところでご自身が設定した法人割引の詳細を改めて確認することもできますし一番右のアクションをクリックすることによりルールを編集し したり削除すすることもできます今回の動画参考になった方はよろしければ高評価チャンネル登録いただければ幸いです。では、失礼いたします。